の怪獣の目的はあなたかもしれない。ジードの活躍を心よく思わない宇宙人もいるでしょう。そんなジードのピンチを救ったのはもう一人のウルトラマンでした。レイト、ちょっと体借りるぜ。俺はゼロ、ウルトラマンゼロだ。全ては順調です、ベリアル様。そろそろ邪魔者には退場してもらいましょうか。配置は整いましたが、予想外の一手が道を塞いでしまった。ゲームにバグはつきもの、早く取り除けば済む話です。全てを無に帰す虚空のカスゼロ、面白くなってきましたね。はい、ありがとうございました。店長どうしたの？今日これで3回目なんだけど。抽選に外れたんだって。抽選？うん、福井でけえって小説家の特別講演会。そんなこと？店長、働いて忙しいんだから。やだ、俺は今日お坊様捨てる。ちょっと、やだ。リク君どうしたんですか？ちょっと通りかかって。あ、この間話してたリク君とライハさん、妻のルミナと娘のマユです。はじめまして。久しぶりです。久しぶり。あ、よかったら店へ見れてサービスしますよ。いや、そんな悪いよ。見るだけならいいでしょ。へえ、いろんなものがあるな。あれ、本もあるんだ。あ、福井でけえの小説。奥さん、お目が高い。銀河を描く天才、SF 界の若きマエストロ、ぜひ一冊買ってって。先生の本なら全部持ってます。なんと、あなたも福井ですと。はい、でも特別講演会は外れちゃったんですよ。俺も思い出したらまた悲しみが。こんにちは。こんにちは。福井で先生、なんで。ちょっと、夢じゃない、福井で先生だ。嘘。講演会応募してくれたんですね。はい、しかし負傷を組めはろう、不覚にも外れてしまいました。ではどうでしょう、皆さんをご招待させていただくというのは。招待？いいんですか、こんな見ず知らずの人間に。人との出会いは宇宙が司る壮大な計画の一部ですから。計画？運命ということです。それでは。
画も小説書けたらな。造花より儲かるのに。あ、今度 K 先生に触ったら才能あやかれるかもよ。ペガ書く、小説書く。講演会か。僕 SF ピンとこないんだよな。もしあれだったらルミナさん一人で行って。ダメ、せっかく招待してくれたんだから一緒に行くの。あ、はい。うん、あと絶対これ読んどいてね。ママちょっと聞いて。あ、はいはい。じゃあごめん、お皿お願いね。はいはいはい。ゼロさん、 SF ってリアリティ感じます？この状態のお前が言うか。だってあらすじも炎の盗賊団とか鏡の勇者とか何？よいしょ。おい、読むんだ今すぐ。ゼロさん、いいから。いや、嫌です。今じゃなくても今読むんだから。レイト、やだ、一人で何やってんの。この野郎、僕にも分かりません。読め。ちょっとお尋ねしますが、2万年早いぜ。今のはね、人気の敵からゾーラのセリフでね。店長、2万年早いぜ。どうしました？いや、なんでもない。それよりなんでスーツなんだ。はあ、こういう時は清掃だって。ルミ、来てくださったんですね。お招きいただきありがとう存じ奉ります。今日は最後まで楽しんでいってください。はい。すごいすごい。わあ、おい、あいつ今。あれ、ペガ帰っちゃったの？レイトさんって、ゼロ？あの小説家、この星の人間じゃない。え？それだけじゃない。福井出先生の本？この本に書かれているのは、俺の戦いだ。ゼロの？初めは偶然かと思ったんだが、表紙の絵、ベリアルがアークベリアルになった時の姿だ。この本の内容もセリフも俺とベリアルの戦いを見たとしか思えない。ゼロのファンなんじゃない？いい宇宙人でさ。この本の中で俺は悪役だ。レイト君、リク君、始まる。早く早く。いいか、はっきりするまで警戒を怠るな。地球人じゃないから敵なんて決めつけだよ。決めつけなんかじゃない、戦士の勘だ。そうかな、僕は信じるよ。なんか大丈夫ですか？仕方ない、いざとなったら俺が出る。行くぞ。正義の名のもとに輝きの騎士団を操り、宇宙のすべてを支配したバルグ王に勇者アガムは戦いを挑みます。しかし返り討ちに遭い、反逆者として追放される。これが私のデビュー作、コズモクロニクル闇を輝けのオープニングです。ベリアルの都合のいいように書き換えやがって。あ、そうなんですか。ところで、初期三部作の中で人気の高いキャラクターといえば誰でしょう？輝きの騎士ゾーラ。そうです。悪役にもかかわらずゾーラの人気はとても高い。勇者アガムと幾度も激しい戦いを繰り広げます。ゾーラ、俺のことか。え？ところがゾーラは3作目コズモクロニクル闇を美しくで死んでしまいます。え、死ぬ？し、あ、
そこで本日は彼に代わる新しい輝きの騎士を考えてみたいと思います。そして次の作品に登場させましょう。やった、すごい。では皆さんの中からどなたか一人舞台に来ていただけますか。その方をモデルに輝きの騎士を作ってみます。はい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 。そちらの男性の方。ぜひこちらに。いや、でも望むところだ、レイト。体借りるぜ。あなた、頑張って、頑張れ。あとは任せた。ありがとうございます。お名前は？レイトだ。ではレイトさん、まず握手を。私はいつもこうして想像します。目の前の人の手の感触、匂い、息遣い、そこからどんなキャラクターが生まれるだろうか。失礼。やっと会いましたね、ウルトラマンゼロ。動かないで、このまま。お前は何者だ。これからあることが起こります。あなたは決して動いてはいけない。私に従ってください。いいですね。なるほど。あなたには奥さんとお子さんがいますね。普段はとても優しいお父さんだ。では新しい登場人物は普通のお父さんにしましょう。彼は何がきっかけで輝きの騎士になるのか。何かアイディアはありませんか。いきなり聞かれても困りますよね。ではこうしましょう。私はあなたの敵役です。そしてあなたをこう脅す。動くな。動けばこの建物ごと集まった人間を吹き飛ばす。お前の妻と子供も一緒だ。跡形もなく焼き尽くす。お前はどうなる。迫真の演技いいですね。もちろん私は無事です。目的は何だ。目的はお前だ。お前の中にはゾーラの魂が宿っている。その魂を肉体ごと滅ぼしてやる。うおーい、絶対絶命のピンチじゃねえか。なんかおかしくない？では皆さんご安心を。逆転の一手を用意しています。これは次の作品に出すアイテムの模型です。これを使うことで平凡なお父さんは輝きの騎士に変身ができます。福井出先生もウルトラマン？違う。さあ、新しい騎士の誕生です。やめろ。Thank you.
ち着いてんだぞ、落ち着いて。どうして撮られてるんだよ、講演会の記録用のカメラで。さすが察しがいいですね、ウルトラマンゼロ。勇ましいだけのお嬢さんとは年季が違う。今ここで私を切ればあの怪獣は止まるかもしれない。しかしあなたは著名な小説家を殺害した人殺しになりますよ。大丈夫だ。よし。え？誰か。どうなってんだ。あ、やめえ。ゼロ行こう。あいつを倒すんだ。ゼロ。どうやら戦士の勘がささやくのでしょう。あの怪獣は強い。今の彼の力では戦って勝てる相手ではないと。さあどうします。ゼロ、あいつは僕で倒す。リク、ダメ。じーっとしててもどうにもならねえ。ユーゴアイゴー、うえ、ヒアウィーゴー。怪獣を操っている。あの怪獣に変身した人間は誰？人間が怪獣に面白いアイデアですね。ふざけるな。俺は何をすればいい？ゼロ、あなためがけてあの怪獣に熱線を発射させます。その直撃を受けてください。答えを遅らせればジードは死ぬ。ゼロさん、どうすれば。受けてやるよ。誰もがウルトラマンジードの戦いを見ています。あなたの死を見届ける者はいない。一人寂しく行きなさい。ゼロ、レイト、震えているのか。そりゃそうだな。けどよ、もう少し付き合ってくれ。ゼノさん、安心しろ、お前たちは死なせない。ルミナもマユもリクもみんな。
野さん。レイト、よく耐えてくれたな。ゼロさん、言えることはある。華麗に戦い、かっこよく勝つこと、大切な人を守るため命を懸けられること、この時の僕にはまだどちらもできていなかった。僕の目の前でゼロさんは消えた。僕を守るために身代わりに。でも信じてますよ、ゼロさんはきっと帰ってくる。だから僕も行かなきゃ。みんなを守るために。次回ウルトラマンジード、運命を超えていけ。俺に限界はねえ。